はい、こんにちは。今日はストレスの話をしていきます。怒りを上手に消す方法ということで、これね、皆さんにお伝えをしておきながらね、僕すぐに腹を立ててしまうタイプなんで、これをここ 2,3 週間ちょっとやっているんですよ。バカバカしいんですけど結構効きます。これどうしようかなと思ったんですけど、シンプルな話なんで、ちょっとこれ面白いから皆さんにも紹介しようと思って、今日は話をしていきます。で、衝動的に怒りを感じてしまうと、どうしてもその幸せとかって逃げてしまうっていう原因の一つだったりするんですよ。なんでかっていうと、自分がその怒りを覚えた後になんであんな風に怒ってしまったんだっていう後悔を覚えるだけじゃなくって、周りの人に対してもやっぱり怒っているところを見られるっていうのは相手に対しても不快感を与えてしまうんで、なんかあいつ一緒に過ごすの嫌だなっていう風に思われてしまうというような話なんですよ。だからもっともっと大きな話で言ってしまうと、一瞬感じしまった相手の一言に対しての怒りが離婚の引き金になったりとか、スポーツで退場してしまったりとか、会社をクビになってしまったりとかっていうような、こう取り返しのつかない、幸せを失う原因を作ってしまうことにもなりかねません。ですんで、他人からひどいことを言われたりとかされたりとか、自分で怒りを覚えるようなやらかしたミスとかっていうのをこう抑えていくために、怒りを抑えていくために、どういう方法を取るといいかっていうと、あなたはハエです。自分は壁に止まっているハエと思うっていうことなんですよねっていうふうにすると、お前誰がハエやっていうことなんですけど、違います。私があなたをハエと思ってるんじゃなくて、あなたがあなたをハエだって思うことが大事だっていうお話です。はい。で、ハエと思うことで感情と体験っていうのに、こう脳がなんか錯覚をするのかわからないんですけど、距離感が生まれて、ネガティブな考えとかその怒りに対してっていう感情を繰り返さなくなるっていうお話なんですよね。確かにこれ僕自身も、自分をハエだって思うと、なんかハエがそもそもなんかあいつに言われた一言気にするんだろうかっていうふうに思ったら、怒りがスーって消えていくんですよね。うん。ですんで、ぜひ自分がこう、あいつを殴ってやりたいとかっていう風に思ったりとか、あんな人を信じてきた私がバカだったっていう風に感情的に怒りを覚えそうになった瞬間は、自分自身をハエだと思ってください。はい。ただね、自分がハエになりたくないと、あんなポンって取ってクスー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 って出てハエになりたくないっていうことであれば、例えばその怒っている部屋を外から見ている自分とか、あるいはTPS って呼ばれるサードパーソンシューティングっていうゲームとかの第三者視点のカメラからあなたを見ているっていう風にして、とりあえずあなたという存在からちょっと離れた場所から見るようにするっていうのを心がけてみてください。そうすると、ご自身と怒りの感情っていうのは多数と離れていくことになりますので、怒りの感情っていうのが収まっていきます。どうしてもだから煮えくり返りそうな時とか、収まりきらないような怒りを感じた時に、バカバカしいと分かっているからこそ、ぜひ試してみていただけたらというふうに思います。ということで、今日の話は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。